ちょっとブルージーンズのね、大先輩であるあの加瀬邦彦さんが、書いた名作が初期のアルバムに入ってましたよ。じゃあちょっとこれからは、時々、師匠に降臨してください。加瀬が書いた名曲をお届けします。雨の思い出。せーの。
これも、加瀬が作った名曲でブルージーナンバーワンという最初のシングル版、シングル持ってるということだいたいシングルしか持ってないんですよ。 LP なんか買えないんで。じゃあもう一つシングル版で、あのフィードバックギターというバラ色の妖精というサブタイトルが出てますけど、これは寺橋大先生が作った曲なんです。名作です。フィードバックギター 1,2,3,4。先生が書いたギターインストルメントでございます。涙のギターをお届けいたします。
ょっと新しくなりますけど、バニーズのテストドライバー。
にあるのよ、またね。調子乗っちゃって結構いい。あの、2部はね、本当に、寺内武士特集をやろうと決めてきたんですけどね。なんか、さっきのあれはもうちょっと後ですけど。この際だからもうこの調子乗ってもう一曲、厳しいところにあえて身を置いてみようか。Thank you.
村瀬健師匠が出ました。何アンコールその拍手は。Thank you.
ましょう。寺の名人。